ボルコ2世は、ヤボルルブベクシフィドニツァジェンビツェコ、シフィドニツァジェンビツェコ、単独のジェンビツェコ。ヤボルルブベクシフィドニツァジェンビツェコボルコ1世の4、男で、母は、ブランデンブルクザルツベデル辺境伯0 0オット5世の、娘ベアトリクス。1301年に父ボルコ1世が死去したとき、ボルコ2世はまだ2歳にもなっていなかった。彼と、兄たちは、 母の養育権下に育ち、母の兄弟である、ブランデンブルクザルツベデル辺境百ヘルマンが幼い、公爵兄弟の後見人を務めた。オジ・ヘルマンによる、摂政政治は1305年、一番上の兄、ベルナルトが、青年に達して、申請を開始し、弟たちの貢献となるまで続いた。公尺家は、広告が今以上に分裂することを危ぶみ、当初、 末息子のボルコ二世に聖職者の道を歩ませるつもりだった。ボルコ二世がブロツワフの司教座聖堂参事会と関係のある樹録聖職者になっていたことは教会で生涯を過ごす予定だったことと無縁ではないだろう。しかし、ボルコ二世は聖職者になるのを拒んで激しく反抗したため、1322年21歳の時に、 長兄ベルナルトからジェンビツェを独立公国として与えられることになった。同年、ボルコ二世は長兄とともにドイツ騎士団によるリトアニア遠征に参加している。地世初期、ボルコ二世は教会との紛争を起こした。この原因は公爵側の慢性的な財政難にあり、ボルコ二世はヘンルイクフと カミエニエツゾンプコビツキにある修道院に押し入って、その財産を強奪したのである。事態は1329年、公爵が、教皇特使、ピエトロ・ディアル・ベルニュの従者に危害を加えたことで、さらに悪化した。この事件は、ポーランド王とボヘミア王・ヨハンの政治介入を、引き起こし、シロンスク諸公のほぼ全員もボルコ二世に対する、両王の懲罰を支持したのである。 ボルコ二世は敵軍に敗れ、ついには、ブロツワフ司教、ナンキエルによって破門されてしまった。ボルコ二世は、教皇特使と修道院の両方に、多額の賠償金を支払い、ようやく破門を解いてもらった。1335年、ボルコ二世は、ボヘミアの王い継承者である、モラビア編教博、カレルの攻撃を受けた。当時、ジェンビツェは、ボヘミアの首都プラハと、 当時すでに、ボヘミア領に組み込まれていたシレジアで最も重要な、都市、ブロツワフを結ぶ最短ルートだったが、当のボルコ二世は、ボヘミア王に侵入していなかったのである。カレル編共迫はボルコ二世を侮って、小規模な部隊を送り込んできたが、ボルコ二世はこの部隊を、安々と打ちまかし、重だった、ボヘミアの騎士150人を捕虜にしたが、自軍が、 ボヘミア領に侵攻して破壊行為を行うのを制止するのに失敗した。また、ボヘミア人の騎士たちを捕らえたことも政治的優位につながるはずだったが、彼らからはわずかな身の白金を取ることしかできなかった。1335年の戦争には最終的にボルコ二世が勝利した。しかし、翌1336年6月、ボルコ二世は自発的に ボヘミア王ヨハンへの心中を誓った。この芸人はおそらく、ポーランド王カジミエシュ三世が、シレジアの問題から手を引いてしまい、ポーランド王国に頼りながら、ボヘミア王国に対抗しようと考えていた、ボルコ二世の目論みが失敗したことだったと思われる。他の重要な理由としては、心中と引き換えに一代限りであれ、空ツ子を与えられるためだった。 ボルコ2世のボヘミアへの侵入により、やがてジェンビツェ公爵家の断径子孫が耐えた時には、ジェンビツェ公国がボヘミアに併合されることが確定した。ボルコ2世は依然として続き、公爵自身の浪費壁で、さらに悪化した公国の財政難を克服しようと、奮闘した。1337年、ボルコ二世は、ゾンプコビツを、モラビア編共白カールに、 帝投の担保として引き渡し、その直後には2300グジブナと引き換えに、スチェリンとケンティブロツワフスケを室に入れている。最終的にボルコ2世の手元に残ったのは、広告の首都ジェンビツェだけになった。こうした苦境にもめげず、ボルコ2世は、両国の経済的発展に力を注ぎ、両内は、他のシレジアの諸都市と比べて、やや人口が多くなった。 1341年6月11日に41歳で死去、ヘンルイクフの修道院に葬られた。公爵の墓石は、現在も同修道院に置かれている。1321年11月21日までに、ボルコ2世は、某地方の領主、ルイド・サボアの娘ボンヌと結婚した。公爵夫妻は二人の子供を設けた。 ミコアイジェンビッツェコーマウゴジャタスチェリンの修道所。ありがとうございます。